テロップ書くのに苦戦してた。こんばんは。めっちゃ髪の毛がもう取れかかってるけど、まあいいか。ちょっとここボサボサだけど。こんばんは。やっほー。こんばんは。今日はね、8期生がオーディションに合格してから4周年です。早い。まだお披露目はね、11月19なんでもうちょっと先なんですけど、 SKE として合格したのはもう 4年前。いや、4年前だよ。いや、もうやばいよ。だいぶもう4年前。いや、ほんとに。まあでも覚えてないけどね、あんまりオーディションのことは覚えてないけど。でも、もう4年も経ったのかっていう感じですね。今日改めてみんなと8期とおしゃべりしてて思いました。こんばんは。たくさんのおめでとうありがとうございます。4年前だって。そりゃみんな変わるよね。今日はあんま眠たくない今日はそんなに眠たくない。大丈夫、まだ大丈夫。いや、もう4年も前ってなんか悲しい。とっても、そうだから、みんなで写真撮ろうってなった時に、なんかマリンかな、まあ誰かがなんか同じ並びで同じポーズ撮ったら面白いんじゃないみたいな提案をしてくれて、そう撮りました。私ピース役だったけど、本当はこっち、今日こっち出てた。本当はこっちでした。懐かしい。なんかもう緊張しすぎて全然覚えてないけど、オーディションの時の頃は本当に覚えてない。こんばんは。やっほー。すごい、なんかかぼちゃみ、かぼちゃじゃない、かぼちゃが飛んでた今。あんまりよく見れなかったけど、かぼちゃがなんか飛んでました。ギフトかな、ありがとうございます。さっきもなんかかぼちゃが飛んできてた。ありがとうございます。すごい、今ハッピーハロウィンってここにあった。でも顔には出てないですね今日。昨日めっちゃやばかったけど、顔が。今日は大丈夫。懐かしいな。こんばんは。
なんか最近寒さに慣れたのか分かんないけど、なんか多少はなんかちょっと慣れてきた感がすごいする。今日も上着なしで行きました。まあこのトレーナーがあったかいんだけども、最近なんか寒いんだけど、なんか本当にすんごいもう無理っていうぐらい寒い時あんまりないですね、自分の中で。首が苦しい。なんかすごいな、髪の毛ぐっちゃぐちゃじゃん。あ、エビフライ。八木だとアグが思い出。まあ八木だけじゃないですけどね。そう、なんか八木八木ってさ、まあ嬉しいんですけどね。すごいなんか夢の階段の登れとかもさ、なんか青がとかもだけど、ハチキーっていう風に言われがちだけど、ナルピーちゃんとかほののさんもいたので忘れずに。あとよく見かけるのが、なんか夢の階段を登れじゃなくて夢の階段を上がれみたいなタイトルにで覚えてる方がいるんですけど、夢の階段登れです。ここもちょっと注意。注意です。こんばんは。なんか今年ハロウィン感ないな、自分の中で。もう毎年そんなないけどさ、まあでもなんか去年とかはハロウィン公演とかあったりしてたから、何かしら衣装とか着せてもらってたけど、今年はないよね。だからすごい悲しい。3回ぐらい出てるんですよね、確かハロウィン公演。だから何回かっていうか、ここ何年かはハロウィンって感じだったけど、今年はそうでもなさそうで悲しい。なんなら今日免疫でもうツリーがさ、もうほぼ完成されてた。クリスマスのもうそんな時期かって思って悲しかったです。仮装するのは何になりたい？何になりたい？何がいいだろう。難しい。何がいいんだろうね。でも一番最初にハロウィン公演出た時は猫で、次がなんかボロボロの天使みたいなやつで、3個目がドラキュラかなだったんですよ。ドラキュラは結構お気に入り、なんか好き。なんか好き。そう、なんか毎年そのハロウィンナイト踊るから、やっぱ歌詞覚えるじゃないですか。で歌詞の中で感想かなんかで、そのハロウィンっていう英語のスペルを言うんですよ、 HA って。だからハロウィンだけは書ける、ちゃんと。クリスマスとかちょっと怪しいけど、ハロウィンは完璧。すごい、お父さんが今下でね、今日ジムが休みだからってルームランナーしてる。すごい足音が聞こえる。4周年の写真見たけど大きくなったね。なりましたよ、4年経つんだもん。だって私その時中1だったから、そりゃねちょっとぐらいは変わるよね。そう、今日それでなんかみんなのその写真フォルダを見てたんですよ、昔の。もうそれで30分ぐらい爆笑してた、みんなで。面白すぎて。おもろい。
昔を振り返ってました。楽しかったです。なんか誰かがツイッターに載せたんですけど、なんか忘年会かなかなんかの時に8期生が全員で出た時の、なんかもう自分がちっちゃすぎて、なんかちっちゃいのとなんか座高がちょっとひなんか短めだから、なんかもうめっちゃちっちゃい子いるみたいな。そういう感じでした。懐かしいツインテール、こんなんでしてて懐かしいです。4周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。4周年こんばんは。でも今度のトーク会もさ、結構この間もだったけど、ショートになってから初めて来ましたって方、初めて見ましたって方がまあほとんどだし、まあ初めてだから、今回ももしかしたら多いかも、そういう方。まだ見てない方たくさんいるからね、画面越しでしかあれだけど、なんかもう自分でももうしっくりきすぎて、もうずっと前からショートですみたいな人みたいになっちゃってるけど、割と切ったのまだ半年前ぐらい。寒い。こんばんは。やっほー。こんばんは。だって7月って言ってた。7月の時のトーク会でさえもランウェイおめでとうとかそういう会話だったから、ああそんなこともあったなみたいな感じですよね。やっぱ話したいことってファンの方もかもしれないけど、メンバーもきっとたくさんあると思うから大変だよね。なんか何喋ろうってその分迷っちゃうよね。自分がさファン側だったらさ、めっちゃもう盛りだくさんすぎて早口になりそう。全部話したいみたいな気持ちになっちゃって。明けましておめでとうの人もいるでしょうね。え、明けおめでしたよ。確か7月の時だって、12月のクリスマスの時に確かサンタの時かなが最後で握手会がで、2月かなんかにある予定だったけどそれができなくなって、そうだからおめでとうやで、ありがとうございます。4周年まだ中1だったのが信じられん。私が誕生日も過ぎてるから話題がカオスになりそう。まあ何でも嬉しいですよ、喋れるんだったら。もう12周年の時のことでもいいし、まあ、誕生日とかでも全然嬉しいし、8期生、まあ今日4周年で
だし、ハッピーハロウィンでも何でもいいし、本当に本当になんかお話できれば十分って感じですよね。なんかなんでも嬉しい。うん、よいしょ。ハートキュンです。懐かしい。なんかオーディション終わった後に、なんか行く前かな、お父さんにもう気にせず頑張ってねって言われたんですよ。で、受かったって電話してお寿司食べに行きました。そういえばそういえばの、そういえばオーディションの日。本当にでも、まあ、本当に覚えてなくて、昔のことは。特にオーディションのことなんてもう頭からない、記憶にないです。緊張しすぎて、もう頭の中がもう緊張でいっぱいだし、人見知りだから喋れないし、唯一喋ったの本当アミと、まあ合格してなかった子ぐらいだから、本当にほとんど記憶にない。そう、その頃からまあずっと前からお寿司好きだけど、その時もお寿司食べましたね。そういえば、懐かしい。すごい、そう、ママにその受かったって電話したのは覚えてますね。なんか面接受かった時もびっくりされたんですけど、そう、本当に3次審査最終も受かった時も、そう、ママが応募してくれたんですよ、オーディション。懐かしい。初めてのオーディション、アイドルは。そうですね、うん、アイドルってか、そのアイドル SK 受ける前に1回だけあのモデルのオーディションに受けたことあります。まだ身長低かったから受かんなかったけど受かんなかったけどね。私がその時にすごい好きだった雑誌のモデルのオーディションでした。でも覚えてます、その時のことは覚えてる。なぜか分かんないけど、印象に残ってるんかな。面接何聞かれたか覚えてる？いや、はっきりとは覚えてないけど、なんか SK で何を頑張りたいですかっていう風に聞かれ、そういう感じだったのは覚えてるような気がするような、違うような感じ、わかんない。なんか8期ってすごい何回もオーディション受けてる子が多くて、なんか初めて応募して受かったって子もそんなにいなかったから、なんか逆にみんなオーディション慣れしてるみたいな子が多くて、多分全体的にそんな感じの雰囲気でした。なんかみんな初めてじゃない感じだったから、おどおどしてました多分あ、でもなんか面接は多分どこのオーディションもそうだけど、なんかおでこ見せて終わるって感じです。なんか一気に10人ぐらい部屋に入って、で10対10みたいな感じでした、確か。うん、10対10ぐらいでお話みたいな感じ。懐かしい、すんごい覚えてる。なんか、あ、でも面接は覚えてるかもしれない、割と。
でもそんな覚えてないな。でなんかその面接終わったら違う部屋に行って、何番と何番の方は合格なので違う部屋に移動してくださいみたいな感じで言われた気がする。うん、あとゆずともう一人いました確か。うん、私面接が51か2か50か51か52だったんですけど、その子私ともう一人いて、そうショールームの説明みたいなの受けて、うん、そんな感じでした。オーディション会場でどんな雰囲気なの？え、なんか私中1だったし、身長も今よりも10センチ以上低かったから、なんか本当にちっちゃい子みたいな、その辺の真っ黒で日焼けしてなんかその辺で遊んでるような中学生みたいな人だったから、なんかえみたいな目で見られたのを覚えてますね。なんか大人の人たちに、ま、なんか一緒にオーディション受ける人たちからなんかえみたいな、こんなちっちゃい子でも受けるんだみたいないう目で見られたのはうすうす覚えてるかな。うん、身長伸びました、伸びましたよだいぶ、今 162.5 です。もう8期でも大きい方よ、2番目か3番目とかそれぐらいです。アミちゃんと初めて会った時どうだった？アミちゃんは3時って会ったんですけど、なんか机の隣の隣みたいな、通路挟んで隣みたいな感じだったから、なんていうの、おしゃべりしてたよ。アミとアミぐらいです、ほんと受かって受かった人の中でお話ししてたのはアミぐらい。なんかすごい机の隣の子がすごいなんかちっちゃかったし、子供だったからすごい気使ってくれて、すごい喋りかけてくれたんですけど、本当にね、なんかめっちゃたくさん話せるぐらいに覚えてなくて、自分が、8期生の合格が決まった頃に愛理さんがショールームでお泣きしたのを覚えてる。えー感動だね、すごい。そうだったんだ、愛理さんと最近よく喋るよ、今日も喋った。オーディション当時あみちゃんぐらいの子って他にいた？え、いなかった気がする、本当にちっちゃい子数人でした。なんか逆にでもちっちゃくても大人っぽいみたいな子とか、願いとか私1個しか買わなかったけど、なんか大人っぽかったし、なんかみゆまるもなんか全身真っ黒みたいな、なんかえギャルみたいな感じの人だったから、なんかえー、みたいな、怖ーみたいな感じだし、周り可愛い子ばっかりだし、マリンは宿題してるしみたいな、そういう感じでした。もう私も宿題してたけど、待ち時間宿題してた学校の。いや、みゆまるは本当になんかガリガリプラスなんかちょっと顔も黒くて、服装もなんか黒でなんかスカート履いてみたいな、そういう感じだったから、なんかもう今時みたいなそう、宿題してたの、私も宿題してたけど懐かしい、私もしてた。真面目ちゃんだったんで、その時は。いや、受からないと思うじゃん、だって受かりたいですとは言っちゃ、それ言わなきゃいけないぐらいに自信持たなきゃいけないけど、本当に受かるかどうかなんて分かんないし、私も合格発表の時2番目に呼ばれたから、そう、えみたいな、今呼ばれたみたいな、その
何番何番みたいな後ろの方じゃなかったねの出番号が、結構早めの段階で呼ばれてたからえみたいな、本当にえ現実ですかって感じでした。呼ばれた時はマジでびっくりしたのを覚えてる。そうでもみんななんか何回目にしてやっと合格みたいな子が多かったからみんな泣いてたけど、私涙も出てこなかったし、逆にもうびっくりしすぎてえ私がいみたいな感じだったすごいなんかハートのギフトだ、何これよくわかんないけど、ありがとうキョンです、ありがとうございます。すごいたくさんこじこじみやまるが好きなキャラクターだ。あゆえお順でしょ、あゆえお順ではないです、違いますよ全然。多分面接に受かった順みたいな感じです、多分わかんないけど多分そんな感じです。ずっとやってたら言いたくなったこんばんは、すごいかぼちゃも飛んできた、ありがとうございます。かぼちゃなんか前髪さ、なんか短うん、なんか最近切ったけどもうちょっと伸びたよね、早くない？早い。でもなんか入ってからの方がまあ大変でしたね、いろいろと。ダンスの振り覚えめっちゃ悪かったし、立ち位置も全然覚えられないし、なんかダンスやってたけどジャンルが違うからアイドルステップすらできないし、なんかもうボロボロ。もう少し最終オーディションの話して、あ、わかりました、すいません、最終オーディションの話しますね。じゃあなんかでもオーディションの曲パレオだったんですけど、最終審査のダンス審査がなんか1時間ぐらいしかまずなくて、振り入れの時間が。そうでパレオを覚えてサビかな、サビを覚える1時間で。いや今となってはまあ簡単よ、簡単なんだけど、その頃の私からしたらもう激ムズい激ムズいと思って、全然覚えれないし、なんか背ちっちゃいから全然ダンスも見えんし、なんなんと思ってたけど、まあなんとかダンスは受かって。そうダンス合格しないと歌までいけなかったから、とりあえずダンスだけでも頑張ろうと思って必死に頑張った全然踊れなかったけど、でそのなんか名前が呼ばれたら歌にも行けますよみたいな感じでした。その番号が呼ばれて、その名前が呼ばれたらそう歌に進めますよみたいな感じでした。踊れんでも表情とかでも見てたんだろうね、どうなんですかね。でもチアやってたし、とりあえず笑っとけばいいかと思って笑ってたなんか踊れなくても顔見てもらえればいいかなみたいな
単純な考えだったから、その時はとりあえずニコニコ笑ってれば目につくかなと思って笑ってた。受かった子でこの子受かりそうと思った子いた。いやもう身を丸これはなんかもう自信あります。オーラがもうすごすぎてすごすぎてびっくりよね。いやなんか身を丸はなんかもう今時みたいな服装だったんですよ。その時流行ってたんですけど、なんかチョーカーのなんかリボン好きみたいなチョーカーをしてて、なんか黒のジャケット着て、なんか黒の革みたいなスカート履いて、もう全身真っ黒だったの。なんかもう威圧感っていうか、すごいなんか受かりに来たよみたいな、こういるなと思ってたら本当受かってただいぶ怖かったです。自信ありますほら、なんかわかる。え、わかります。やっぱわかるもんなんだね、ファンの人も。なんか多分本人は別にそう思ってないか、まあ思ってるかもわかんないけど、なんかすごい自信がありそう。あ、タワーが来て、クマありがとうございます。スクヨタイム顔丸け、今日顔丸ベアベア。え、今日聞いてください。なんか私桜物リュック使ってるじゃないですか。そう、なんかその色合いが赤と黄色となんか、まあ、ピンクっぽいみたいな色で、今日なんかイズリンにこうカバンこう目の前に、イズリンの目の前にカバンが置いてあったから、え、これ桜物なんだみたいな言われて、逆になんだと思ってたのって聞いたら、プーさんって、プーさんかと思ったって言われた。なんかプーさんが風船持ってるリュックかと思ってたって言われて、ちょっとびっくりしたプーさんって言われました。私のお気に入りのカバンを、プーさん好きだからいいけど、ピエンプーさんって言われた。だからずっとプーさん探してたけど、プーさんじゃなかったって言われました、イズリンに私のリュックをプーさんだと思ってたらしい。今日誕生日のリンカタンはどうだったの？リンカタン普通でしたよ、普通に。でもおめでとうってみんな言ってました。おめでとう。なんかね、リンカタンとずっと行きたいねって言ってた場所があったんですけども、3年ぐらい経ってるのね。そのなんかそう、3年ぐらい経ってたから、もうやめようって、諦めようって言って寿司にした寿司にした。そう、3年ぐらい行こうね行こうねって、もうだいぶ先延ばしすぎて、今日忘れてないよねって聞いたら、あ、忘れてたって言われて、じゃあもうやめよっかって言って、違うとこにしようって、すぐ行ける場所にしようって言ってお寿司にした楽しみです、いつか行きます。8期で一番変わったの誰だと思う？まあでもみんな変わったよね。集合見ました、今日のあのポーズも似せて撮った写真、あれ見たら分かると思うけど、みんな一応変わってるのよ。だけど振り幅はまあ人それぞれだけど、なんか一番変わったなって思うのはリンカタンかな。すごい、なんかまあ色も白くなったし、なんか化粧もみんなね、あの頃とかすっぴんだからあれだけど、一番本当にリンカタンかな。アミとかもね、めちゃめちゃ大人っぽくなってたし、願いも前髪ないからね、今変わったよね。
垢抜けたって言ったらいいのかな、垢抜けたのか分かんないけど、私変わりました、結構。そうちゃんと並びもね、その並びにしたんですよ、オーディションの並びで同じポーズしようって言って。そう8期でも集まらないの、全然集合かけてもすごい集まるのに10分ぐらいかかりました。今日大変でした、大変だったよ。手が逆でした、私のこっち、こっちだったのにこっちでやってた。まあいっか、お腹すいてきた。お腹すいてきた。ほんとシャトリーね、嬉しい。スキピー。なんかさ、でもさ、やっぱロングの歴が長いから、なんか写真とかもほとんどロングなんですよ。まあ昔だしね、最近切ったばっかりだから。だからもうロングの写真見るともう嫌で嫌で仕方なくて。いや自分こんなんだったんだって思う、すごい。パパまだ帰ってきてないの、今日パパが迎えに来てくれたよ今下でルームランナーしてる。今日はジム休みらしいです。だから今パパとゆず二人ですよ、お家で。再現写真撮るのはいつ頃から決めてたんですか。今日です、今日、今日だよ。ロングの時は絶対切らないって言ってたのに変わるもんだ。いや本当にね、なんかあの頃は切る気の切る気持ちはさらさらなかったですね。ずっとロングでいる予定だったへへ、お腹すいた、お腹すいた。お腹が空きました。今日はでも朝にネギトロ巻きを食べてて幸せでいっぱいネギトロ巻き大好きなんですよね。晩ご飯まだなの。いや一回お風呂入りたくて、もう早く。ショールーム終わったらとりあえずお風呂に駆け込む。何時までやろうかな。今もうすぐ8時になるから8時までやろう。4周年おめありがとうございます。いや4、あ、かぼちゃが、かぼちゃありがとうございます。かぼちゃ、すごい、マジでハロウィンじゃん、やば。なんかもうハロウィンっていうさ感じしないもん。なんか街中もさそこまでハロウィンハロウィンしてないよね。そんなしてなくないですか。してる、なんかハロウィーンって感じじゃなくないですか。なんか
今年そんなハロウィンを感じてない。ハロウィン感薄め。薄め。今日のピエンお願いします。今日のピエン？最近行ってないですね。今日のピエン、まあ、毎日毎日ピエンピエン行ってるけど、今日のピエンあるかな。まあ、今日のピエンはピースを間違えたことですね。もうこっちだったのにこっちでやっちゃった。今日のピエンはピースを間違えたことです。すいませんでした。ピエン、ピエン泣いてる、泣いてます。こんばんは、やっほー。うん、とてもお腹すいた。やばい、今ね、なんか食べ放題に行きたい。なんかそんな気分、なんかいっぱい食べれる気分だから、すごいなんか食べたい、いっぱい。え、なにこれ、なにこれ、なに、骸骨みたいな、いた骸骨ガオ、なにこれなにこれ、ガオガオガオ、何か面白そうだから投げてみたなるほど、ありがとうございます。なんかお寿司食べたいな。なんかお寿司っていうより刺身が食べたい今多分。4周年目のドチンタさんの目標は、ドチンタさんの目標、久しぶりに言われたな。目標は、うん、まあでも誕生日の時と同じことだけど、まずはいろんなことをとりあえずまあ全力で頑張ることと、何かで一番取ることと、モデルのお仕事することです。なんかもう一回ぐらいラーメン歩きたいけどさ、なんか自分の中ではやっぱ一番最初のラーメンが無観客だったので、なんか心残りっていうか、なんか悲しいなっていう気持ちがずっといつまでもあるから、すごいお客さんの前で歩きたいけど、なんか今の状況だとやっぱ厳しいのかなとも思ったりしちゃう。まあでもある意味貴重な経験だったので、まあもしかしたら今後ないかもしれないけど、なんかそう、そんな感じです。そう、なんかあれなんだよね。すごいたくさんショールームも頑張ってくださったり、私もなんかモデルのイベント立て続けに参加したから、去年は P4U のガールズアワードから始まって、 T
TGC 静岡でも歩けなくて、やっと3回目にして今回2月だけど歩けることができたけど、そう、なんか悲しい感じで終わっちゃったから、そう、次こそはね本当にお客さんありで歩くことが目標です。コロナ前ギリギリで客はいなかったけどラーメン出れてよかった気がする。そう、そこはなんか自分持ってんのかなって思ったのが、なんか私ラーメン歩いた日が2月29日で、次の日も関西コレクションがあったらしくて、3月1日にそれはなんか中止だったんですよ。だから中止よりかはやっぱりその観客なしだけど、やっぱラーメン歩いたことには変わらないし、すごいいい経験はしてるなっていうのは自分の中で思うし、やっぱ一生の思い出多分もう何歳になっても忘れないです。だってたった1日で変わるじゃないですか、それは。だからそういう面ではやっぱ自分もしかしたら運あるかもって思った瞬間でした、それは多分2月にやってなくて3月の予定とかだったら多分あれ歩けてないですね。私前はロングで歩いたから今度はショートで歩きたいな、髪の毛。そう、なんか自分はそのロングで歩きたかったから歩いたんですけど、ショートもなんかかっこよくなりそうだからショートもしたい。4周年おめでとう、ありがとうございます。4、4、こんばんは。あ、初見の方だ、ありがとうございます。SK48 チーム、こっち S？ こっち、え、こっちか。 S の石黒月です、覚えてください。何このギフト、かっこいい、だって、イエーイ、かっこいい、 OK なんか私髪切ってから本当にママに何回も中森明菜さんに似てるって言われるんですよねなんかの曲のその中森明菜さんにそっくりって言われる。髪型だけね、名前じゃない、顔じゃなくて髪型だけ、ね、すごい似てるって言われる。あまり詳しくないからさ、なんとも何て書いてるか分かんないけど、そう、前下がりで真っ黒だしボブだしみたいなそう、デザイン、あ、デザイヤー、デザイヤーの曲、秋服買った、買ってないです。今日でも見たよ、ちょっとだけ、欲しい、秋服欲しい。昔の曲は聴かない、昔の曲ちょっと見てみますね、プレイリスト。安室奈美恵さんの何たらウォーキングインザパークみたいな曲は聴く、それだけでも。安室奈美恵さんは、あとなんかあったか、昔だから、昔でもないけど、うーん、昔
となんだろう、なんかミスチルさんの花火とかあとは、え、でもほんとそれぐらいですよ私多分。今時の歌ばっかりだから最近。もう私の昔とかはもうなんか少女時代とかそういうぐらいだから、で少女時代めっちゃ好きだったの。そっから K-POP 入ってるから昔ですよね。昔って言ったらほんとそれぐらいしかない。あとはこれな、なんだろう、んーとね、昔の曲、レディーガガって昔ですか？昔？いやこれももう私の中では昔。あとバックストリートボーイズも昔。私の一番好きな曲ね。昔。でもそれぐらいかも。他は本当超最近の曲ばっかり。ここ数年前とかのかな。うん。でもアビル・ラビーンさんとかめっちゃ聴きますよ。これがもう私の昔ですこれがもう昔、キュン。でもなんかそのアーティストが好きだから聴くっていうよりかは、なんかあれですね、その曲が好きでその人を聴いてるみたいな感じです。曲から入るタイプなんで、曲からっていうかもう街中で流れてて、あこの曲なんだろう調べよう、あこの曲か聴こうみたいな感じだから、そう。20って何曲あるの？4じゃない？ちょっと待ってね、ウィークリーハッピーとベビーアイマスターとブンブンブンと虹の向こう、うん、4曲です多分。最先端を生きてる最先端なのかな。でもなんかめちゃめちゃ好きだったのはリトルグリーモンスターさんがもうマジで好きで、ガオラーだったの私。でまだ本当にめちゃめちゃ今よりもまだ有名になる前に会ったことあります。会ったことあるっていうかイベント行きました普通に。でなんか CD 買ったらハイタッチみたいなのも行ったし、私ツーショット撮ったことある。あと西野カナさんも行ったことあります。あと生き物係も行ったことある。明日 M ステに出るし、いやもう録画したよ、早く見たい、もう早く見たすぎて。そうなんかみんな日本人っていうのがさ、なんかもう親近感よね。なんか韓国人だったら、あ韓国人が可愛いなってなるけど、やっぱ日本人っていうのがいいよね。そうみんななんか日本語喋ってるっていうのになんか嬉しくなる、こっちもやっぱ日本人っていいね。だってさもう今日本にいるんだよ、なんか嬉しくないですか。すごい画面の中でしか見てなかったのに、それでなんか韓国でいっぱいトレーニングとかしてて、あお風呂で、そのなんか今日本に帰ってきて、 この間もスッキリで生出演して、明日は M ステ出てみたいな。いやなんか同じ地に足つけて生きてるんだ、同じ空の下で生きてるって思ったら、いや本当に嬉しい、本当に本当に嬉しいです。もう日本人なの、日本人ですよ20って。なんか多いよね日本人って思ってない人、日本人なんですよ。でも一人ハーフの子がいる、一
一番下の子みなちゃんっていう子なんですけど、アメリカのハーフ、韓国人かと思った。でも言われなければさ、あ韓国人かみたいな顔にも見えるよね、やっぱり韓国のメイクしてるから。いや本当にね嬉しい。ちなみに今日も見ました。やっぱでもね、もう毎日頑張れてる理由ですね、20は本当にありがとうございますって伝えたい。でもね本当にね、そのなんか知るのが遅すぎて本当に後悔した。もっと早く知っとけばよかったと思って、もう知った頃にはもうだいぶ遅いする、もうなんかえ今って感じ、なんかなんで知らなかったのっていうぐらいの時に知ったから、なんかすごい後悔。ゆずぽの推しはいますか？いやもうみんなで箱です、箱。中でも一番最初になんだこの可愛い人はと思ったのはリマちゃん、の後に、まあ、ミーヒちゃんもまあ可愛いし、まゆかちゃんのあのショーケースは何なんだって感じだし、まこちゃんは何でもできちゃうし、りなちゃんは歌上手だし、りおちゃんはもうオーディションからダンス上手だし、まやちゃんは何あの大人っぽい表情みたいな感じだし、あやかちゃんは何であんな可愛いんやって感じだし、なんかもう可愛いもう可愛いっす。こんな感じです毎日いやでも今からでもマジで遅くないですよ。Hulu入ってたら見た方がいい、ほんと。 Hulu 入ってる人は本当にもう見なきゃ損です。 Hulu 入ってたら見れるんで、ぜひ。もうりくちゃんはもう完全口から音源です、本当に。なんかもうえ歌うますぎじゃないみたいな感じ、ほんと口から音源。でもなんか一番ゆずが好きなのは、もうあの脱落しちゃったんですけど、あの脱落、うん、まあ脱落しちゃったんですけど、最終的にはあかりちゃんって子がいて、その子の TWICE のその課題曲を踊った時にめっちゃ綺麗で、そして可愛すぎて、あの TWICE のヒールスペシャルっていう曲、あの難しい曲があって、すごい日本語訳めちゃめちゃいい曲なんですよ。なんかあなたがいるから私は笑うよみたいな曲なんですけど、その時のあかりちゃんがまあ可愛すぎて綺麗で大人っぽくて、それが好きすぎてめっちゃ見てる YouTube で。あでも YouTube でも配信されてるんですよ。もう本当に可愛いよ。なんか韓国人だったらやっぱなんか遠い存在だなとか思っちゃうけど、なんか日本人で同世代っていうのにすごい親近感が湧きますね、とっても。だって生まれは日本なんよ、なんかすごい嬉しくないですか、へへって感じなのか同世代です。だって一番上でも20歳いってるかいってないかぐらいなんで、同世代、私と同い年の子が4人ぐらいいる。なんかまこちゃんは、まこちゃんって子がいて、もう東京合宿に受かっ、東京合宿で受かったら韓国に行けるみたいなだったんですけど、東京での合宿でダンス
と歌を一人ずつ披露するって時にどっちも1位だった子はなんか韓国でもう JYP のオーディションを受けてその練習生だったんですよ。もう2年7ヶ月とかでもうずば抜けてうまいみたいな感じでした。でミヒちゃんとリマちゃんも7ヶ月練習生だったみたいで、いやもう可愛い可愛い。いや本当にね好きです。明日はマジで M ステもう何回も見る録画。韓国語も喋れちゃうからね。そうなんかリマちゃんとニナちゃんはなんか日本語と英語と韓国語話せるんですよ。いやもうへえみたいな、どんなんすごすぎやん。すごいニジプロの話めっちゃしちゃったやん。まあいっか。すごいいっぱい話しちゃった。ユズポの虹を踊ってみたみたい。実は踊ったんですよね。アミちゃんの TikTok でねあるからぜひ見てください。縄跳びダンス踊ってます。アミちゃんの TikTok をね見たらきっと出てきます。私がめっちゃ笑ってるやつね。いやもうマジで笑ってるやつ嬉しすぎて踊れたのが嬉しすぎてめっちゃ笑ってる。こんばんは、やっほー。チラッと見てきたけど何のあのスタイル。いやもうお腹こんなんしかなくないですか。いやなんかもうえってなりません。みんなお腹こんなびっくり。あかぼちゃが来てる。かぼちゃありがとうございます。イエイ。何これ雪だるまみたい。ありがとうございます。かぼちゃ、かぼちゃ私そんな好きじゃないんだよね。あんまり食べないかぼちゃ。かぼちゃよりさあれが好き、さつまいも。あ8時過ぎてた。もうそろそろ終わりましょう。今から私はお風呂に入ります。ありがとうございました。ちょっともうそろそろもうこのメイク落としたいんでお風呂に入ってゆっくりしたいと思います。見て今日まつげ見て絶好調なんよ。こっち見てちょっと充血気味ですがまつげ。長風呂派ですか。そうでもない20分ぐらい。そうお風呂でも音楽聴くからねちょっと長めです。でも前よりはちょっと長くなったかな。はいありがとうございました。バイバイ。また明日。ありがとうございました。バイバイ。明日は朝かな。バイバイ。ありがとうございました。改めて8期生4周年ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございました。またね。おやすみ。ありがとうございました。